神戸市では障害の有無にかかわらず誰もが一緒に楽しめるユニバーサルスポーツの体験会が開かれました。神戸市北区の幸せの村で開かれたユニバーサルスポーツの体験会は、リハビリテーション学部を持つ神戸国際大学が主催しました。会場には東京パラリンピックで日本初の金メダル獲得となったカラーボールを投げて目標の白いボールに近づけるボッチャをはじめ4つの競技が用意されました。参加者たちは車椅子のスラロームにも挑戦し、慣れない車椅子の操作に苦戦しながらも未体験のスポーツを楽しんでいました。じゃあもう一回両手。どうやった？楽しかった？手痛くなかった？よくやったよ。難しくない。難しくない。神戸国際大学は今後もユニバーサルスポーツを広める活動を続けたいとしています。